どうも高井です。誰が近道、怖くても人前で喋り慣れる。ほとんどの人が小学校、中学校、高校と進学していくうちに人前で喋ることなんてほぼほぼないはずです。小学校、中学校であれば班決めで班長になりたい人、リーダーになりたい人って言ってはーいって手を挙げる人ってどれくらいいるのかな。ここまで手を挙げなくてもこのぐらい控えてるのがもしこのくらいなのかっていう、こんなまっすぐ手を挙げる人いないよね。まあ、いたとしたらすごいけど、小学校中学校で喋れるっていう機会って半決めくらいなんだよ。半決めで班長を決めるっていう時に決意表明をするっていう時くらいで、私はこういうリーダーになりたいですっていう時くらいで、高校って言ったら部活動の部長くらいがしか喋る機会ってほぼほぼない。もしくはクラス委員くらい、クラス委員で壇上に立って喋るくらいな。部長であれば年に1回、新入部員をね、勧誘っていう意味もあって喋るよね。キャッチャーがいてピッチャーが投げて一番派手な足を見せる。これによって俺たちと一緒に接種しようぜっていうか、もしくはぜひ我が部にっていう感じで言うかね。それは人それぞれだけど貴重な経験だよね。で、高校でだと、もし大学とか専門学校行くのであればプレゼンっていう練習する舞台はあったりする。だけどそのプレゼンに、これこそが理想のプレゼンっていうことを先生たちって教えてくれないんだよ。それぞれ自分で作ってね、パワーポイントこういう感じで使うんだよってだけ。あとは自分たちで作成して、でそれを壇上で喋る。ほぼほぼね、そういう時に練習しようとしてもね、怖くてできない人多いと思う。プレゼンの授業をやるんだったら、まずはこれこそが理想のプレゼンですっていうことを見せてもらわないとね。今となっては情報ね、ネット上にありふれてるけど、私の時にはそんななかったな。またはあれかな、卒業論文を教授の前で喋る、これくらいしかもうほぼほぼないと思う。これだけチャンスが少ないから、製造業とサービス業で人がだいぶ違うんだよ。製造業に人材が有り余るくらいいっちゃって、サービス業に人材が急須な状態になってる。これがサービス業、つまり飲食店やら衣服屋さん、そっちの方に薄利多売で人と接する機会があるから怖いんだよっていう意見があるかもしれない。だけど製造業だって最近某大手企業が海外に買収されちゃったよね。別にサービス業はいけないっていうわけじゃないし、製造業に行き過ぎだって言いたいわけでもないんだけど、少なくともサービス業に人が行かないっていうのは、人まで喋るのが怖くて行きたくないって人が多いからだと私は思っているので、学生のうちからこういう、私は YouTube で今配信してるけど、 YouTube を使って動画を撮って喋る、これを学校にいる間、学校に在学してる間にやるってだけでも、やってない人よりかははるかに上手くなってるから、ぜひともやってみてくださいね。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。